はい、こんにちは。まだ散歩中なんですけど、ちょっとね、暑くなってきました。これやっぱり今日は暑かったですね、この格好は。まあ、ちょっと続けていきたいと思います。先ほどで始めたきっかけっていうことでお話ししたんですけども、今回は株をやることでメリットは何があるのかってことですね。株のメリットですね。で、僕がやってる株っていうのは、まあ、株って言ってもいろいろあるんですけども、長期だと長期に投資するとか、まあ、本当にデイトレみたいな、もう1日で完結しちゃうものとかあるんですけど、僕はその中間というかね、中間でもないか、スイングトレードっていうのは、まあ、大体 2,3 日とかね、まあ、長くても5日、いや1週間ぐらいですよね。そのくらいで買ったとこから売るとこまで行くっていうような感じですね。そういうのをやってます。で、これはですね、すごくゆっくりしてまして、デイトレードなんかだとやっぱりこう一日中、まあ、時間でね、こう分単位でこうチャートを見ていくんですけど、僕の場合はもう一日単位なんで、今日貼ったらですね、今日いくらかこれを買いってやると、まあ明日ですね、今日の3時に終わって、場っていうんですけどね、取引が終わって、そこから考えればいいですね。午後の3時から翌朝9時までにどうするかっていうのを決めていくっていうような感じなんで、考える時間いっぱいあるんですね。だからそういう意味では慌てずですね、ルール通りにいけるのかなって感じですね。デイトレやってる人はすごいなと思うんですよね。判断が、もう一瞬で判断できないとダメだと思うんでね。だからやっぱりこうサラリーマンをやられてる方なんかは、僕のようなちょっと時間が取れるやつですよね、がいいのかなと思います。考える時間ありますからね、はい。で、まあ、メリットってことなんですけども、まあ、株はね、イメージ的にはすごい大金持ちとかね、一攫千金とかそういう感じだと思うんですけど、まあイメージとはちょっと違うと思いますね。で、そうですね、メリットについては、なんていうかな、まあ、労働がいらないですね。まあ、あえて言うと練習勉強が必要だとですね、なんですけど、労働というのはいらないで、あとは持ってるその手持ちの資金によって、もう稼ぐ倍率が全然変わってくると、まあ、倍率は一緒なんですけど、稼げるお金っていうのはもうかなりゼロが増えるとそれだけ変わってきますので、ただまあ扱ってるチャートっていうのは同じものですね。1000万張ってようと5万円張ってようと同じチャートなんですよ。そういう意味もあって、コツ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 増やしていくと、もうすごいことになるということが、やっぱり、ね、僕らサラリーマンやってると分かんなかったんですね、その辺がね。だ、会社経営されてる方なんかはそういうのがすごく敏感に響くようですね。僕なんか の仲間の人にもいますけど、やっぱりね、上手ですね。上達が早いというか。いや、階段上がったら息切れしましたね。あ、すごいですよ、月が。ほら、昨日十三夜でしたっけ、今日はなんだろう、すごいですよ、綺麗ですよ、月がですね。そんな感じです。まあ、メリットってね、本当ね、前回の動画でも話したんですけども、もう本当に一人でできて自由な時間ができるということですね。株でお金増やして、なんか好きなこともできますしね、時間があるんで、仕事してる時間がまるまる空くんで、それはいいかなと。人生ね、やっぱり自由に生きれる時間というのも限られてますから、そういうのがね、株によってパソコン1台でできてしまうと、その辺がね、すごく魅力ですね。まあ、実際それだけで、株だけでだとつまんなくなっちゃうと思うんですよね、人生も。まあ、株だけやってても、だからいろんなことができると思うんで、その辺はいいのかなと、メリットなのかなと思いますね。まあ、メリットね、いっぱい人によって違うんで、あれですけど、僕はそういうとこですかね。まず時間が取れるっていうとこですね。まあ、勝てるまでに、ね、やっぱりしっかりやらないとダメなんですけど、
そこさえクリアしてしまえば、まあ、そんなにね、本当に30年とかで同じ仕事をしてるっていうね、それより全然楽ですから、やっぱり数年頑張る時間が必要かなと思います。まあ、でも数年でそういう世界に行けるんだったらいいですよね。本当にそう思います。まあ株のメリットっていうのはそういうところですかね。今回は以上です。はい、次回はですね、株のデメリットについてお話ししていきたいと思います。ではさようなら。